ブーン、ブーン。こんにちは、ミントです。これまで長期にわたり議論されてきた F1 チームの年間予算制限がついに決定しました。当初は年間約189億円とされていた予算制限の上限額は、2020年に発生したコロナウイルスの影響で各チームの財政面が悪化したために、さらに上限額を下げることになりました。でも F1 にすごく詳しい方なら、この予算制限についても詳細までわかるとは思いますが、近年の F1 に興味が薄れてきた人、最近 F1 に興味を持ち始めた人にとってはちんぷんかんぷんですよね。そこで今回は新たに導入が決まった F1 の予算制限について詳しく見ていきたいと思います。来年2021年から当初予定されていた約189億円の予算制限額は約32億円ほど下げられ、正式に2021年は年間約156億円に設定されました。さらに2023年以降は約145億円にまで引き下げられることが発表されました。ではこの予算制限が始まると、各チームの運営状態は今と比べるとどうなるのでしょうか。2019年の各チームの推定年間予算を見てみましょう。10位、ウィリアムズ、約143億円。9位、トロロッソ、約149億円。8位、アルファロメオ、約152億円。7位、ハース、約187億円。6位、レーシングポイント、約203億円。5位、マクラーレン、約294億円。4位、ルノー、約298億円。3位、レッドブル、約481億円。2位、フェラーリ、約500億円。1位、メルセデス、約523億円。このように、約189億円以下で運営しているチームは10チーム中4チームしかないことがわかります。では約189億円あれば F1 チームを運営できるのでしょうか。この予算制限の中にはメルセデスなどのパワーユニットメーカーの開発費は含まれていないため、パワーユニットメーカーは当然ながら予算制限内では活動ができなくなります。さらにドライバー2人の給与やチームのマーケティング費用は含まれないので、トップドライバーを雇うとなると1人で30から50億円は必要になるのです。マクラーレンのザク・ブラウンはドライバーの給与も予算制限の額に含むべきだと主張していましたが、ダメだったみたいですね。また新たにこの除外リストに下記項目が付け足されたのでご紹介しますね。例外的な成績を残した際の年末ボーナスの上限額を約13億円に引き上げ、それに関わる社会的費用の支出も許可する。スタッフに支払われる給与に対する社会的費用を除外する計算の敷地を 15% から 13.8% に引き下げる。スタッフの接待費用の上限額は約1億円。従業員の福利厚生、関連するすべての従業員が利用できる医療プログラムにかかる費用、環境問題への取り組みのために発生したコスト、出産、育児、養子縁組などに関する休暇時の給与、病欠および長期の療養休暇の給与、 FIA を支援するためのプロジェクト費用。もうここまで来ると多くの F1 ファンにとってはこの予算制限は非常に分かりづらく、グレーゾーンと言えるかもしれませんね。なんだか抜け道がかなりありそうだと思いませんか？また先日動画でご紹介したコンストラクターズ順位による空力などの開発制限も正式に決まったみたいですね。なんだかこれで本当にいいのでしょうかね。いかがでしたか？この予算制限では現在の下位チームにとっては正直あまり変わらないんじゃないかとも思えてきました。ただ
これが10年とか続けば状況は良くなりそうですが、数年でまたレギュレーション変更となったら元も子もなさそうですよね。これで本当にチーム間の差が縮まり、新規参戦チームも増えるでしょうかね。皆さんはこの予算制限についてどう思いますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。